こんにちはこの動画は2018年度センター試験数学1数学 A 第4問括弧さ3の,の問題は144の倍数で7で割ったら余りが1となる自然数のうち正の約数の個数が18個である最小のものはというような問題あと30個である最小のものはというような問題です。 それでは早速解説を始めてみましょうカッコさん144の倍数というふうになっていますよね144の倍数って1442883倍してって増えていきますつまり簡単に言えば 144p というふうに表せばこれ144の倍数ですもちろん p は自然数にしておきましょうさて 144p を7で割ったら余りが1となる自然数と書いてあるので実際にはそれは何を言っているのか割り算してみましょう 147p を7で割ったら何かわからないけれども小が来ます小を9としましょう計算をすると余りが1なんだということを言っていますつまりこの式って何を言っているかというと 144p は7と9をかけて 余りをを足したものですすよとといいうことを言っていますえそれってどうしてなんだろうと思っていらっしゃる方こういう話で少し出しますね例えば17を3で割りましょう小が5になって3515で余りが2ですこの17っていうのは17は3と5をかけて余りを足したものになりますよねつまりこの17に 同じ位置取りをしているのが14 144p144p は7と9をかけて余りを足したものですよという話になりますところでこの話実はカッコ2で出てきた式に似てませんか移行してみますよ79を移行してみると 144p 移行もうごめんなさいマイナス79イコール1ってこれ カッ二でこんな形じゃなかったでしたっけ？カッ二でやったのは百四十四 x マイナス七 y イコール一。この時の x って何だったかというと七 k プラス二確か。y は百四十四 k プラス四十一でしたよね。これを利用しちゃいましょう。つまりこの式と この 144x-7k=1 イコール1は一緒ですから当然 p はもう一度同じ計算する必要はなくて 7k+ プラスの2だし q は 144k+ プラスの41になるわけですさてこれを利用すると今話題に載っているこれです 144p144p というのはごめんなさい見えなかったですね 144p というのは 144×p がこれです 7k プラスの2と直すことができますそこで括弧1の回答を思い出してほしいんです括弧 1, 1で144というのはどういう素因数分解ができたのかというと2の4乗 ×3 の 二乗になり、百四十四の約数は。正の約数ですよ。の個数は、十五個だということが分かったわけですよね。さて、今求めたい約数の個数って、何個でしたっけ。十八個って、なってますよね。つまり、この中身。ここの、七 K. プラスの二が。何かの変化を遂げて、掛け算をするわけだから、現状を。 144はこの144が持っている約数の個数は15個だからここの後ろの 7k+2 プラスの,2の k が何らかの形で変化をしていけば 140× 何とかということで約数が変化していくっていうことに気がついてほしいんです。つまり今求めたいいい個個って15個にとっててにとも近いじゃないですかということは。 当然自然数でなければいけないからこの k に入ることが可能な一、えー、つの数字もちろんこの赤い丸が自然数になるということが大事ですよだから k はマイナスありえないもしも今 k が0ならどういうことになると思います ?144×0 だから 7×0+2 でこれって1 4 4 ×ラスの二でこれって百四十四かける 2ですよね？144かける2って144自身が。これが2の4乗かける。3の2乗だったから当然こ。この式は2の5乗かける。3の2乗じゃないですか？では、約数の個数です。144かける。 7×0+2K が0になった時つまり 140×2 のこの約数の個数というのはいくつになるかというと当然 5+166×、えー、この 22+1318 出ました18個になるのは一体どういうことかというとつまりつまり 144×2 数に入るるのはとということが分かるわけです実はこの問題このノリで言っちゃえばすぐに答えは出ますそんなに難しい問題ではないんですね何が言いたいかというとキーワードはこれです 144p キーワードはここに書きますよ今キーポイント要は 144p っていうのは144括弧 7k プラスの2になるわけですよで今 k を0にしてあげると約数の個数が18個と分かったわけだから次にやるのは k を1です多分何個かやればきっと今18個だから30個って出てくるはずなんですよいきましょうかつまり次に k を1にしてみましょう k=1 の時つまり1 4 4きつまり1 4 4かける k が1になるから 7×1+2 だから9になるじゃないですか9144四というのは2の4乗 ×3 の2乗で9は3の2乗だからこれ2の4乗 ×3 の4乗でしょすると約数の個数は正の約数の数個数ねこれはこれ 4+14+2 だから5る5で 25個だだんだん近づいてきたでも、えー、30個までまだいってないということは次は k を2にしてあげるそういう感じですよこれは k イコール2の時1 4 4る k が2になるわけだから、えー、7かける2で 14+214+2 っていうのは1616 16これは、えー、素因数分解してあげると 2の4乗かける3の2乗がこれ144ね16は2の4乗するとこれって2の8乗かける3の2乗約数の個数えっ、ー、とごめんなさいせーの約数何個あるかっていうと9る2だから327ねだんだん近づいてきたでしょじゃあ3にしてみましょうかひょっとしたら3ですよねきっとねいきますよ えー、k が3の時1 4 4るここに3が入るから 3721+2 で2323 23って素数ですよねだからこれって、えー、2の4乗かける3の2乗かける2 3の1乗これ約数の個数正の約数の個数はどうなるかっていうと正の約数の 個数,ね個数は 5×3×2 ですよ。1個ずつ使わない場合があるから1個ずつ数を増やしてあげて 5×3×2。5×3×2 でなんと30個。これで答え出ました。ですよね。ということは、K が3の時だからその時に 144×23。23ということで、この時の答え、よろしいでしょうか。 セとソ23ちょうどセに入るのが2でソに入るのが3ということになるわけです、えー、この問題、えー、いろんな解説をお聞きになられてる方もいらっしゃるかもしれませんけど実は簡単に、えー、数字を入れてあげることによって、えー、答えがまあ、サクッと出てくるわけですねぜひ、えー、このやり方マスターしてみてくださいお疲れ様でした